パトラちゃん。どうしたのマリー、なんかただごとじゃなさそうね。資産が、私の資産が溶けちゃったの。そもそも私たちほとんど資産なんてないじゃないの。何やらかしたのよ。一発逆転を狙って推しの暗号通貨にフルレバでぶっ込んだら、それが暴落してただの草コインに。何やってんのよ。はあ、せっかくの錬金術だと思ったのにな。錬金術なんて成功したためしかないのよ。それこそ昔はみんな熱中してたけどね。あ、ガチの錬金術の話？そう、中世にはなぜか私が書いたっていう錬金術のインチキ本まで出回っていたらしいわ。ああ、確かにパトラちゃんは安い原料の香水を高く売ったり、メッキのアクセサリーをさも純金かのように装ったりしてそうだもんね。私を何だと思ってるの？まあせっかくだし、今回は幻に終わった錬金術について解説していこうかしら。よろしくお願いします。錬金術とは、古代から近世に至るまでに行われた技術研究や思想の一つよ。その最終目標は、鉄や鉛などのいわゆる非金属を金や銀のような貴金属に変える賢者の石を作り出すこと。そしてその賢者の石は人を不老長寿にすることもできるということね。ふん、まるで夢のような話だね。そんな幻想を抱かないで、きちんと堅実に生きればいいのにね。草コインで爆死した子が言うセリフじゃないわ。錬金術は東西を問わず長いこと人が追い求めた究極の技術と言っていいわ。東西？錬金術というと西洋のイメージが強いと思うけど、中国にもよく似た技術体系があったわ。錬炭術って言うんだけどね。錬炭術はいろいろな素材を組み合わせて加工し、金を作り出したり、人を不老不死の仙人にする秘薬を作るための研究ね。へ、西洋の錬金術とそっくりだね。錬炭術は道教の思想体系の中にあるもので、金を手に入れて大金持ちになるというよりは仙人という上位存在になることを目的とした意味合いが強いわ。そんなに似たような考え方があったのは何か共通点があるのかな。はっきりした証拠は曖昧だけど、シルクロードなどの東西を通じた交流の中にそうした技術思想の交換があったのは間違いないと思うわ。まあ錬炭術の話まで手を出すと動画が終わらないから、今回は西洋の錬金術に絞りましょう。でも現代から見るともちろん別の金属を金に変えることなんてできないってわかってるもんね。元素は変えられないし。そんなことは知られていない。昔、歴史上多くの人たちが錬金術の実現を目指し膨大な時間と費用をつぎ込んできたわ。でも金を作ることと不老長寿って全然違うことだよね。なんでそれがセットでできるようになるって思ったんだろ。錬金術に傾倒した人たちがアホだったのかというと、決してそんなことはないわ。むしろ錬金術は知識人にしか理解しえない複雑で難解な理論というものがあったの。そうなのが、この動画ではそれらの理論は必要最小限を残してバッサリカットさせてもらうわね。え、錬金術の解説なのに。資料を読み込むと多くの部分が難解な理論の説明に当てられているんだけど、近代科学で否定されちゃっている以上何の役にも立たない冗長で退屈なものに思えちゃって、正直言って読むのが苦痛なレベルなのよね。ああ、陰謀論を一生懸命語る人の話を聞くみたいな。でも賢者の石っていうのがどんなのかだけは気になるな。石って言ってもふわっとしすぎるイメージ湧かないっていうか、どう使ったら金ができるのかとか、なんで不老長寿になるのかとか。まあ賢者の石が具体的にどういうものであるかは錬金術師たち自身もよく分かっていなかったみたい。何それ。ある説では固形の石だというし、ある説では粉末状、さらには液体であるという人までいたわ。なんでみんなそんなよく分かりもしないものがあるって確信してたの。錬金術は古代ギリシアのアリストテレスの理論が大元にあるわ。すなわち四元素説と第一質量プリママテリア。四元素、第一質量。古代ギリシアの考え方では、すべての物質は火、気、水、土の四大元素から構成されているという。アリストテレスはそこに第一質量という概念を取り入れた。第一質量に質または間および熱または霊といった性質が加わることで火、気、水、土という元素になると考えたの。うん、ちょっと何言ってるかわかんない。めちゃくちゃ雑に言うと、すべての物質の元は同じ第一質量だから。
それの性質を人工的に変えることができれば、あらゆる物質に変換できるということね。つまり鉛でも鉄でも工夫すれば金に変えることもできるはずってことかな。そう。そしてその考えの根拠になったのは、原始的な化学反応による経験だと思われるわ。例えば銅にヒ素が加わると色が白っぽく、かつ錆びにくくなる。これによって銅は銀に近づいたと解釈されたの。また金属には7種類それぞれにランクがあって、条件によってランクアップするものだと考えられていたわ。ランク、つまり下から鉄、銅、鉛、錫、水銀、銀、金という順ね。なるほど、銅が銀に近づくなら鉛が金になるのも可能なはずってことね。そして中国の錬炭術でも西洋の錬金術でも特に重要とされた物質が硫黄と水銀。水銀は自然界では神社と呼ばれる赤い鉱物の姿で現れるわ。神社は水銀と硫黄の化合物ね。この神社を加熱すると硫黄は亜硫酸ガスとして空気中に飛散し、液体となった水銀が現れる。つまり赤い石が銀色の液体に変化したように見えるわけね。そしてこの水銀に硫黄を加えるとまた赤い新車に逆戻りする以下ループ。こうした特性から水銀は輪廻再生の象徴のように思われたの。ああ、中国の皇帝が水銀を不老不死の薬だと思って飲んでたっていうのはそういう考え方があったからなのね。また硫黄は燃える性質があり、金属と結びつくと金色に変化させる特徴を持っていた。つまり金に近づけるって感じ。そんなわけで水銀と硫黄を組み合わせて何らかの加工をすることで賢者の石が作られると考えられたってわけ。鉛などを溶解させたるつぼに賢者の石を一かけら入れれば、るつぼの中の鉛はたちまち黄金に変わるはずってね。で、金と不老長寿の関係は？金というのは錆びたり腐食したりしない特別な金属だった。科学的に言うと、イオン化傾向が極めて小さい、つまり他の物質と反応しにくいために化学変化が起きないってことなんだけど、この不変の性質が永遠の命を表すものだと認識されたわ。腐食しないから永遠の命。中世ヨーロッパでは腐食や腐敗は死と結びつけられた。病気の原因は悪臭を放つ汚れた空気、瘴気であり、それは腐敗したものから発せられ、腐敗を伝播させる。そのため悪臭や腐敗を防ぐとされたハーブや香辛料は病気を防ぐものとして珍重されたわ。ああ、なるほど。金属の腐食は死であり、腐食しない菌には生命力の回復効果があるとも信じられたのね。つまりその菌を作る賢者の石には若さを保って永遠の命を与える力があるってことね。だから錬金術は科学技術であると同時に医学の分野でもあり、さらに魔術的な要素も含まれたわ。ちなみに他の物質の影響を受けにくい金だけど、液体の水銀には溶け込むという性質があるわ。水銀に金属が溶けたものをアマルガムって言うんだけど、この性質を利用すれば不純物と混じった金鉱石から純金を取り出すことができたわ。そのアマルガムを加熱して水銀を蒸発させれば金だけが残るって感じかな。そう。だからこそ水銀は金と密接な関係のある特別な存在に位置づけられたの。なんか錬金術がややこしいのは分かったけど、そもそもどうやって始まったの？おそらく最初は純粋な科学体験だったんじゃないかしら。どういうこと？すでに古代エジプトやメソポタミアでは金属加工、陶器、ガラスの技術が生まれていたことは知られているわね。うん。明確な発祥は定かじゃないけど、これらは焚き火のような火だけで作ることはできないわ。え、どれも火を使って作るんじゃないの？ただの火じゃ足りなくて、火力を上げるための釜が必要になるわ。ああ、マインクラフトでもまずはかまどを作らないと話にならないもんね。そう、自然の火の力を人の力によって強化する釜を作ることが錬金術の始まりと言えるんじゃないかしら。釜を使うことである種の砂がガラスに変化し、鉱石が金属に変わり、土が一体化した硬い容器に成形される。人の力で自然の存在を変質させることを覚えたってことか。紀元前16世紀のパピルスには油脂を煮立て、それに灰を加えることで作られる石鹸のことが記されているわ。また香りのある植物を水や油につけて長時間熱したり浸出させることで香水が作れることを発見した。お酒を熱した湯気を集めることでより強いお酒ができることも知ったりね。じゃ、そういうことを繰り返していくうちに価値のないものから価値あるものを作り出そうとするのは自然な流れよね。金属を加工してより価値のある金属にすることができないかってことね。
古代文明の技術はギリシア世界にも受け継がれたわ。当時の現存する記録は少ないんだけど、3世紀頃と見られる記録には金を増量する方法というのが記されているわ。え、金を増量？それって錬金術？それによると、金4に対しキプロス産の銅を3、ヒ素を1加えて溶かし合わせれば金が増えるというものよ。それで金が増えるの？現代的に言うと、金と銅とヒ素が混ざって14金とか18金みたいな合金ができるってことね。あ、そういうことか。確かに当時の人には金が増えたように捉えられたのかもね。合金といっても見た目で純金と区別するのはなかなか難しいでしょう。こういった体験が錬金術の発想に結びついていったことは想像できるわよね。とはいえ、こういった騙し行為は当時の人たちも警戒していたわ。有名なシチリアのアルキメデスは王様から金の冠の鑑定を依頼された。そこでアルキメデスは金の冠を並々に水を張った容器に沈め、こぼれた水の量からその冠が純金でないことを見破ったとされているわ。ああ、なんか比重の違いってやつかな。難しいことわかんないけど。でも人々は金は金、銀は銀の元素からできていて、それが普遍のものだなんてわからないとなれば、彼らにとって一番信用できる情報は見た目だったわ。ヒ素が銅を銀に近づけるならば、別の金属を金に変える何かがあると考えた。その何かを作り出すため、人々はいろんな物質を混合し、加熱し、あるいは冷やし、蒸留したわ。物質の根源である何かを抽出するために。物質は全て同じ第一質量でできてる過程なら、それの正体がつかめれば、どんなものでも作れるっていうことだもんね。そう、銀でも、金でも、永遠の命さえもね。言うなれば、第一質量は生き物でいう幹細胞みたいなイメージかもね。どんな細胞にも分化する単能細胞だっけ。その第一質量を変化させる元になる何かは、後にエリクサーと呼ばれる秘薬、そして賢者の石という創造上の物質に修練していく。ローマ帝国の末期になると、ヨーロッパ世界では錬金術は廃れてしまうけど、それは中東世界に受け継がれていくわ。5世紀、ローマ教会から異端とされたネストリウス派のキリスト教徒は東へと流れたわ。その中には金属加工やガラス工芸、つまり錬金術に関わる技術を持った人たちもいた。迫害された人たちが別の土地に技術を伝えるって歴史あるあるだよね。7世紀頃のシリアでは、ギリシア語、ラテン語、ペルシア語、アラビア語が入り乱れ、ギリシア古来の文献や書物は盛んに各言語に翻訳されたわ。つまりこの時代の中東は多くの知識が融合して共有されたってことだ。そう、西ヨーロッパの学問がキリスト教神学一辺倒になったのとは対照的にね。中東で翻訳された書物の中にはアリストテレスなどの哲学書もあって、知識人たちはこれらの影響を受けた。そして錬金術は中世中期のイスラム世界において大いに躍進したわ。現代の科学用語でもアラビア語由来のものが多いのよ。へえ、例えば。そもそもの錬金術は英語でアルケミーって言うけど、これはアラビア語のアルキミアから来ているわ。アルは英語のザみたいな感じね。ちなみに現代の科学を表すケミストリーもアルケミーから原子のアルを抜いたものが語源ね。あ、そうなんだ。他にはアルコールもアラビア語由来だし、蒸留をするガラス器具のアランウィックもそう。エリクサーもアラビア語のアリシクルがなまったものね。これ、本当にアラビア語由来の言葉って多いんだ。アルコールと蒸留酒については姉妹チャンネルのゆっくりモンドチャンネルでも解説したから、興味があったら見てくださいな。錬金術の実験過程では偶然多くのものが作り出されていくわ。鉱物から作られた鮮やかな絵の具もそうだし、実験器具を作るためのガラス製造技術も向上した。錬金術は技術だけじゃなくて文化の発展にも寄与していたんだね。それにしても金を作るためにみんなすごい執念を燃やしてたんだな。錬金術師たちは単に金を作ることだけが目的ではなかったわ。もちろんそういう人もいただろうけど、錬金術は万物の根源を探求する旅でもあったの。それは宇宙の真理を解き明かすことでもあり、生命の神秘の解明であり、魔術や霊性にも結びついた。うん、科学とオカルトが融合してる感じなんだね。まあ神が実在する時代だからね。じゃ、錬金術は神への挑戦ってことにはならないの？キリスト教会とかイスラム聖職者から弾圧されたりとか。確かに弾圧されたこともあったけど、それは一貫したものではなかったの。
結局のところ、宗教にしろ政治にしろ、錬金術への賛否は、その時々の権力者の都合によっていくらでも変えられるものだったわ。権力は、それを自由に行使できるからこそ権力だからね。力こそパワーってことだ。10世紀を過ぎる頃には、カトリック神学のみが学問という感じだったヨーロッパにも、新たな知性を求める動きが生まれ始めた。11世紀に十字軍がイスラム世界に侵攻するとともに、ヨーロッパ人は東方に多くの古代の知識が蓄積されていることも知ったわ。そこでキリスト教徒とイスラム教徒が共存していたスペインやシチリア島を経由し、古代ギリシアからイスラムを経た科学知識がヨーロッパに流入したの。それでヨーロッパの科学用語にもアラビア語が転用されたってわけだね。そう、科学だけでなく、数学で代数を表すアルジェブラ、天文学ではアルデバランとかアルタイルっていう星の名前もそうね。いかにルネサンスとかの科学知識の多くがアラビアのおかげかが伺えるよね。11世紀に建てられたイタリアのサレルの医学校は、ギリシア人、ラテン人、アラブ人、ユダヤ人の4人の教師によって設立されたという伝説もあるわ。13世紀には皇帝フリードリヒ2世によってサレルの大学として認可され、それに続くようにヨーロッパ各地でナポリ大学、オルレアン大学、ケンブリッジ大学などが誕生したわね。それらの大学の医学課程、薬学課程の中には最新の学問としての錬金術の要素もまた含まれていたわ。錬金術って今では怪しい響きだけど、当時は知識人にも大真面目に研究されていたものなんだね。錬金術に携わった人の中には、後世に名を残す偉大な学者もいて、彼らは間違いを含みながらも、少しずつ科学の目を後世に残していったわ。12世紀の哲学者、アルベルトゥス・マグヌスは、実際にいろいろな錬金術師のラボを訪ねたりして、錬金術の実態を観察していて、彼は著書の中で、多くの錬金術師は単に金属に色をつけただけであって、本当の金や銀を作っているわけではないと述べているわ。へ、さっき言ってた黄金のごまかしとかを見抜いていたってことかな。ただ彼は錬金術自体を否定していたわけじゃないの。あくまでインチキをした錬金術師を批判しているだけ。別の著書では、錬金術は神の恩寵によって与えられた知識と考えていて、錬金術によって作られた金属はその性質も効果もほとんど自然の金属と同一だとも言っているわ。一方で、錬金術で作られた鉄には磁性がないこと、作られた金には治療効果がないということにも言及しているわね。当時の迷信から完全に脱却はできなくても、できる限り丁寧に物事を観察して答えを導いている部分に誠実さを感じるね。しかし、当然ながらインチキ錬金術師もたくさん存在したわ。16世紀から17世紀は王侯貴族の間でも錬金術がブームで、彼らに取り入って大金をせしめようという山師の類も多かったの。フランス王アンリ4世の王妃マリー・ド・メディシスも錬金術に傾倒した一人よ。おう、女王アンリ4世陛下だ。お妃は私のウィッグパイセンってことになるな。しかし王妃マリーはバスティーユ牢獄に捕らえられていた錬金術師にそそのかされ、賢者の石を調合するための費用として大金を与え、なんとそのまま持ち逃げされてしまったとのこと。何やってんのパイセン。また16世紀ロンドンのエドワード・ケリーという男は、自分は精霊の姿が見える錬金術師だと言って、エリザベス女王の顧問を務めた D 博士に取り入った。人のいい D 博士はすっかり彼の言葉を信じ込み、大金を巻き上げられてしまったの。その後ケリーは詐欺師として有名になりすぎて、ドイツで皇帝に逮捕されて処刑されちゃったけどね。でもなんでそんなのに騙されちゃうんだろ。厄介なのが、錬金術に成功したというもっともらしいエピソードが驚くほど多く伝わっていることね。現代の知識をもってすればただのデマだって突っぱねられるけど、当時の人たちにとっては不幸な希望になってしまったと言うべきかしら。錬金術に成功した話。14世紀のフランスの交渉人ニコラ・フラメルはある時、行商人から金の装飾がされた古書を購入したわ。それは錬金術の本で、彼は以前に夢の中で天使からその本を手に入れるだろうと告げられていたとのこと。天使の予言ってやつ。その本はヘブライ語で書かれていて、さらに謎めいた偶話的な内容で解読が困難だったけど、彼は20年以上も研究を続け、さらには高名なユダヤ教のラビに教えを請うためにスペインにまで赴き、ようやくヒントを得た。そして1382年、ついに彼は賢者の石の製造に成功したわ。え？
彼は妻の見ている前で赤色の賢者の石を半ポンドの水銀の中に投げ入れ黄金に変えてみせた。その上で彼は永遠の命をも手に入れ妻と二人で別の土地に移り住んで幸せに暮らしているとのことよ。ほへえ、なんかリアルな話だね。また1648年チェコのプラハでのこと。神聖ローマ帝国皇帝フェルディナント3世の目の前で錬金術師リヒトハウゼンは賢者の石の粉末で 2.5 ポンドの水銀を金に変えたという記録が残っているわ。皇帝はこれに大喜びして記念金貨を作り、リヒトハウゼンは貴族に列せられたということね。え、皇帝の目の前でってことは本当に？すごく具体的で本当っぽく聞こえるでしょ。こんな話が山のようにあるのよ。でも実際に黄金を作ったっていうことじゃ。あくまで推測だけど、そのように見せかけるトリックはいくつか考えられるわ。トリック？例えば、最初からある程度の量の純金を用意しておくでしょ。うん。その金塊の表面を鉛などでコーティングすると、それは鉛の塊に見えるでしょ。うん。それを鉄壺の中に入れて加熱すると、表面の鉛が溶けて中身の金と溶け合い、ほぼ純金に近い合金ができるわ。すると、まるで鉛が金に変わったように見えるというわけ。なるほど。多くの錬金術師の成功端はこういったトリックによるものじゃないかとも考えられるわね。リスクはあるけど、うまく騙せれば王様に取り入ることもできる。人生の一発逆転を狙った勝負としては悪くないんじゃないかしら。うん、カイジみたいな状況ならやりかねないかもね。ただ、インチキ錬金術師に騙されて財産を奪われるのも辛いけど、本当にクソ真面目に錬金術を志した人が一番悲惨かもしれないわ。騙された人より悲惨？錬金術には、高価な実験器具や大量の材料、金属などが必要よ。関連する書物も高価だったでしょうね。当然、豊富な資金と教育を持てた人だけが研究できるものだった。実際、真面目な錬金術師の多くは、裕福な家に生まれた人たち。多額の資産を投じて実験室を作り、ひたすら研究に没頭したわ。でも、現実には、錬金術師は、社会的には何も生産しない浪費者に過ぎない。怪しげな書物や材料を買い集めては散財し、いつかは、親から受け継いだ財産も食い潰してしまう。もちろん、彼らはいつか研究が実を結び、黄金と永遠の命が手に入ると信じているわ。いろんな奴らが失敗してきた。だが自分は違う。現に成功した人たちの話も聞くではないかとね。でも物理法則はそんな彼らの純粋な思いに応えてくれるほど優しくはなかった。そのまま数十年が経ち、全ての財産を失った彼らに残されたのは年老いた自らの姿と何も生み出さない実験室、そして絶望だけ。あとは願い叶わず朽ち果てて死んでいくだけというのが彼らの。パトラちゃん、もうやめてあげて。まあ、人を騙すことのできる悪人であれば、もう少しマシな人生が送れたかもしれないけど、不器用で真面目な人ほど悲惨な最後を遂げるというのが錬金術師の定めなのかもしれないわね。錬金術はアリストテレスの四元素説に立脚していたって説明したわね。世界は筆気、水、土でできていて、さらにそれらは同じ第一質量から構成されているって話よね。しかし、17世紀に天才科学者ロバート・ボイルが登場するわ。彼は、物質はそれ以上に分解できない様々な元素の組み合わせでできていて、それは4つなどではなく多数存在すると確信したわ。それってつまり、鉄は鉄、金は金の元素からできていて、錬金術師が何をしようが、鉄の元素は絶対に金などにはならないという結論に到達してしまったの。要するに、錬金術をまた。ってこと？そう、ボイルによって錬金術の理論は根底から覆されてしまったのよ。これが近代科学の始まりね。また、それまで錬金術師たちのパトロンであった王侯貴族もあることに気づく。一向にできる気配のない錬金術より、事業に投資した方が儲かるんじゃね？17世紀は、各国の東インド会社が世界の海をつなぎ、貿易による経済効果が、ヨーロッパの富を何倍にもし始めた時代。金は、作るよりも稼ぐ方が手っ取り早くなっていたのよね。理論的にもコスパ的にも、錬金術は用なしになっちゃったんだ。こうして、17世紀以降、錬金術は急速に死んでいったわ。わずかに一部の小塚によるオカルト趣味を除いてね。うん、こうなってみると数千年もかけてアホなことをやっていたように思っちゃうよね。
っても、例えば、錬金術の999の無駄なことの中に、偶然、一つだけ、有益な発見が混じっていたとするわ。その千分の一の積み重ねが、現代の科学を作り出したとも言えるのよ。ガラス細工、絵の具、染料、蒸留室、火薬、香水、陶磁器、これらは、すべて錬金術から生まれたものよ。確かに、錬金術がなければ、それこそ、ポイルの発見も、ニュートンの理論もなかったってことかな。これは、私の個人的なイメージなんだけど。錬金術は、サナギ、だったように思えるわ。サナギ？そう。偶然から発見された、原始的な化学反応。それを、人間は何とか進化させようとして、余計なものまでごちゃ混ぜにして作り上げたのが、錬金術。そして、最後には、錬金術のカオスの殻を破り、余計なものを削ぎ落として洗練された近代科学に昇華した。つまり、原始科学が近代科学へと進化するためには、錬金術はなくてはならない形態だったということよ。キャタピーがバタフリーになるためには、トランセルを避けては通れないということかな。人生も同じかもしれないわね。今が、どれだけ無駄なことをしているように見えても、それが生きる瞬間があるかもしれない。だから、未来にとってこんなこと頑張っても無駄じゃないか？とか思わずに、好きなことならやっておいた方がいいと思うわ。うん。それっぽいこと言ってるけど、錬金術ばっかりやって、悲しい最後を迎えた人も多いって話だったよね。あ、それは、まあ、人生っていろいろだし。あ、さては話が長くなりすぎて、まとめ方がわからなくなったから、とりあえず何でも当てはまりそうな人生を例に出して、強引に切り抜けようっていう作戦。とまあ、これが、錬金術の実態についての解説よ。錬金術って、一部の怪しい人たちのカルトだと思ってたけど、普通にメジャーな研究だったんだね。そうよ。ボイルによって錬金術が否定されたのが17世紀のことだけど、マリーが嫁ぐちょっと前のフランス宮廷にも、有名な錬金術師、サンジェルマン伯爵という人がいたのよ。へえ、どんな人だったの？彼は、脅威の男と呼ばれ、すごく、女性に人気があったんだけど、それは、賢者の石で作った若返りの薬を持っていたと噂されていたから。そうなんだ。そんなに若く見えたってことかな。なんでも彼は4000歳だったらしいからね。デーモン閣下じゃないんだから。いや、伯爵閣下ではあるけど。彼は、賢者の石を液化した薬によって死ぬことができない体で、バビロンの宮殿で芝の女王と会ったこともあるとか。まあ、お話しするだけなら楽しいかな。ちなみに彼は1784年に死んでいるわ。ギャグかな。まあ、こんなネタも、錬金術の副産物の一つかしらね。というわけで。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくね。